大好きだよ。ぽよ。私お菓子食べたいし。じゃあやりましょうか。どれからいこう。なんか10問ぐらい用意してあって、まず1からいこうかね。はい、ということでまず、はいということでまずこちら。あ、待って、イヤリングが服の中に落っこちちゃった。あれ、落っこちてない？あ、これが落ちたんだ。服の中に落ちてったんだけどここについてた。どうしよう。これだけでもいいんじゃないかな。なんかここについてたじゃん、キラキラ。服の中に落ちちゃった。しょうがないね、これ取り出すわけにいかないからびっくりした。こんなことあります？はい、ちょっとじゃあ今のはなかったことにしてびっくり。早速いたずらよ。これ何？誰？ハロウィン神様のいたずらかしら。ちょっとやめていただきたい。どこに行っちゃったのかしら。はい、見たかった。罰ゲームやんの？いいよ、じゃあ何がいいですか？じゃあじゃあ私この罰ゲームやったらお菓子全部もらえるでいいですか？これあ、いいっていいって。嘘、今までのくだり何だったのじゃあ嘘でしょ。いいですって言われたんだけどマジか。どうする？じゃあ引く？こっから。早口言葉じゃあもうなしにしよう。さっき頑張ったからさ。ちょっとゴリラももういいかな。ゴリラさんは結構もうやってるんで。じゃあまばたきもちょっとコンタクト乾燥しちゃうからじゃあこの辺かしら。じゃあこの感じから引きたいと思います。みんなストップってじゃあ言ってください。めっちゃ減ってるっていいですか？ストップ。はい、じゃあこれ大好きじゃありませんように。大好きでちゃった。やだ、それだよ。なんでだよ。ねえ、なんで出ちゃうの？可愛らしく大好きだよと言って、なんか最近すごい私大好きって言う人になってきてませんか？この間のライブでさ、今回しか言わないからねって言ったのにさ、しょうがない、お菓子のために頑張りますよ私。恥ずかしいはい、じゃあ言います笑っちゃうよじゃあいきますよ大好きだよ頑張ったんじゃないの？頑張りました私恥ずかしい。もらえますからこれ全部イエーイ、お菓子ゲット。でもこれ戻しちゃおう、これ全部私のものなんではい、全部戻して、全部お菓子ゲットしました。イエーイ。はい。ということで、もうこのコーナー終わりにしたいと思います。よかったです。じゃあ、セリフやりましょう。じゃあ、今からちょっと撮影をするので、ちょっと画角ずれますよ。このぐらいですか？もう少しこっち。はい、じゃあこれ後でね編集しますので。じゃあまずはなんだっけ、ベイビーでお菓子舌足らずに言っていたずらシルバブ。はい、待って、恥ずかしいの。はい。5時を超えなきゃいたずらセーバーズ。はい、じゃあ続いて照れた甘々な感じでお菓子をくれなきゃいたずらしちゃいますよ。はい。お菓子をくれなきゃ、あ、間違えた、これちょっと積んで入っちゃった、ちょっと待っていこう。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃいますよ。 OK？ 恥ずかしいなこれ。あ、そしてこれちょっと臭かった。よし、じゃあ続いて、あ、出た、ツンデレ、なんだっけ、もうセリフ忘れちゃったよ。別にあんたのお菓子なんていらないんだからね、でもいたずらしちゃうんだからね。やっぱおかしいよねこのセリフ。待って、おかしくない、やっぱり。ちょっとごめんなさい、それ出しといてもらったんです。セリフ忘れちゃう、でもいたずらしちゃうんだから、ね、難しいなこれ。じゃあいきます。別にあんたのお菓子、あんたからの、別にあんたからのお菓子なんていらないんだからね、でもいたずらはしちゃうんだから。どういうことなの。なんとかなってました。ツンデレ感出てました。あ、熱いよもうこれ。じゃあラスト、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ、いきたいと思います。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ、にゃー。はい、取れました。やばー、なんじゃこりゃ。にゃー、なんかさ、にゃーって言ってた、私やーって言ったつもりだったんだけど、にゃーになっちゃった。にゃーって言っちゃったよ。やーって言うつもりだったの。なんでにゃーになっちゃったの。今日はなんかいろんな人格がなんか私に乗り移ってる気がするね、さっきからさ。なんかお嬢様とかさ、猫ちゃんとかさ、にゃー、なんでにゃーにゃーって言ったよね私、嘘でしょ。いやー、暑いよ暑い。さあ、じゃあこれはね、どんな映像が撮れたかは、まあ今日頑張って編集が終わればですね、まあ今日載せるつもりですので、ちょっと頑張ってスタッフさんとかをね編集していただいて TikTok に載せますので、お楽しみ。火曜日また青っぽむするんぺ。